サッカーファンの皆さん、こんにちは。エティハドスタジアムへようこそ。大勢のサポーターの熱気の中からサッカー中継をお送りします。この試合の実況は私、西岡明彦、解説は福西崇史さんです。プレミアリーグのこの一戦、見逃せない試合になりそうですね。こういう組み合わせを待っていました。素晴らしい試合を期待しています。こちらがマンチェスターシティの先発メンバーです。ゴールキーパーはエデルソン・モライス、グバルディオール嬢、ルベン・ディアスがセンターバックに、ベルナルドとデブライネが中盤の真ん中、そしてトップはハーランドです。さあ、キックオフ。モリス、デブライネに渡った。審判はマンチェスターシティのフリーキックを指示します。フリーキックが壁に当たった。相手が触ったボールはスローインになります。ボールが相手に渡りました。フォーデン、ここから中へ、自分で持ち込みます。決めに来た。これはナイスセーブですね。体を張ってゴールを守ります。ベルナルド・シューバがボックス内に入れてきた。ボールをクリアしました。マンチェスター・シティのフリーキックになります。デブライネ、ベルナルド・シューバ、デブライネ、素晴らしいフットワークですね。強烈なシュートで積極的に狙ってきました。しかしこれはクロスバーの上。激しい残留争いが続いていますが、終盤で少し余裕ができました。シーズンが終わるまで分かりません。最終節より前に残留を決めたいでしょう。これを決めれば勝ち越しです。もっと入った。先制ゴール、開始早々に決めてきました。プレーが出ます。このハーランドの突破で一気にチャンスになりましたね。そしてこのシュート、ゴールに近いので外すことはありません。さすがハーランドです。監督も厳しい表情です。早く同点に追いつきたいでしょう。ロス・バークリー、鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。
ハーランド。ボールを運びゴールに襲いかかります。ゴール前では選手たちがポジションを取り合っています。ベルナルド・シューバ、中を狙ってきた。面白い展開でしたが結果にはつながりません。レフェリーがプレーを止めました。フリーキックです。マーベラス・ナカンバ、モリス、いいパスだ、前だ、ゴール、同点となります。豪快なシュートですね。ネットを突き破るかと思いました。できればリードを守りきりたかったでしょう。監督も苦い表情です。アーリン・ブラウト・ハーランド。ボールはベルナルド・シューバーへ。ここで取り返します。いいタックルでした。チャンスになるのか。デブライン、アーリン・ブラウト・ハーランド、ゴールチャンス、タックルを決まった。これで再びリードします。落ち着いていましたね。ショートレンジからあのタイミングで打たれてはキーパーも反応できないでしょう。ロス・バークリー、ニアサイドを狙ったクロスです。狙いは良かったんですがキーパーに阻まれました。味方がサポートに来ます。ここはボールをしっかりとクリア、危機を逃れました。カウンターのチャンスです。ハーランド、マンチェスターシティ PK を獲得しました。 PK になりましたがカードは出ないようですね。判定は PK となりましたが確かにカードは出ていないようです。この PK でリードを広げられるか。ゴール。 PK をきっちりと決めています。キーパーにとっては惜しい PK でしたね。読みが当たったもののボールのコースはダイブした高さよりも上でした。それにしてもキッカーは一瞬焦ったでしょうね。勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。モリス、タックルで止めに行きます。一旦プレーを止めます。倒れている選手がいますね。
傷した選手が運ばれていきました。ドロップボールで試合再開です。ゴールキーパーが楽にセーブしました。ベルナルド・シューバー、ここでハキミ、アーリン・ブラウト・ハーランド、ここで攻撃を止めます。アディショナルタイムとして4分追加されました。ボールを運んでいます。攻撃がここで止まりました。相手ボールです。ベルナルド・シューバー、フリアン・アルバレス、ここで長いホイッスル、前半終了です。この選手ここまでは素晴らしい活躍ですね。なかなかのものです。数字を見ていただいて分かる通り、次々にチャンスを作っていますね。今日は調子がいいようです。さあ再びキックオフです。好調のマンチェスターシティは前半でかなりのマージンを築きました。自信を持って後半戦に臨みます。ここは行かせない、タックルで止めます。フリアン・アルバレス、ポゼッションは相手チーム、走り込んだ味方にスルーパス、あっとこれはナイスブロック、チームを救うプレーです。これはコーナーキックでしょうか。このコーナーはキーパーが対処しました。インターセプトしました。さあ相手陣内に攻め込んでいきます。ここからどう仕掛けていくか、カードを承知の上でのファールにも見えました。これはイエローカード、警告です。注意を受けていましたからね。これは仕方ありません。打った、直接ねじ込みました。素晴らしいゴールです。こうしてもう一度見ても驚きますよね。まさかあの距離から直接狙ってくるとは思いませんでした。キーパーは今日疲れたのかもしれませんね。どうやらベンチに動きがあるようです。ファールの笛が吹かれました。カードは出るのか。レフェリーが口頭で注意を与えています。どうやら今回はカードをもらわずに済みそうですね。ここでなんとかボールに寄せてきました。フリアン・アルバレス、
これはカードも覚悟しているかもしれませんね。イエローカードが出ます。軽率なファールは避けたいですね。おっと、誰かに合わせてくるかとも思われましたが、直接入れてきました。ベルナルド・シューバー、デブライネ、見事なブロック。これはキーパーがセーブしました。フリアン・アルバレス、ベルナルド・シューバーへ渡る。さあ、ベルナルド・シューバーのチャンスにこの大歓声。打てという声が聞こえたようなシュートでした。入っていてもおかしくなかったですね。この試合はマンチェスターシティの想像力と決定力の高さがいかんなく発揮されてますね。この流れが続く限りまだまだゴールを量産してくるでしょう。強力なシュートでしたが少しだけ横にそれてしまいました。フィル・フォーデン、どうやらまだ足の痛みが引いていないようですね。試合終了まであと15分あります。ボールをドリブルで運んでいます。気は抜けない展開です。近距離からのシュートでしたが枠の外。力強いシュートでしたが少し枠を外れていました。ベンチで動きがあったようです。絶妙なパスが出ました。これはスローインになりました。いいタックルでしたね。前に運んでいます。シュートチャンスです。これはいい読みです。ナイスブロック。フィル・フォーデン、鋭いタックルです。さて、ここで情報が入ってきました。ウルブスの試合でスコアが動いたようです。はい、1点目のゴールがウルバーハンプトン・ワンダラーズに生まれました。現在スコアは1対0。時間はまだボールは生きています。このボールはクリア。ありがとうございます。他会場の試合経過をお伝えしました。繰り返しますと、ウルブスがゴールを決めました。これによりスコアは1対0とリードすることに成功しています。危険なパスをうまくカットしました。相手の攻撃を断ち切ります。試合終了まであと1分です。
審判はマンチェスターシティのフリーキックを指示します。主審はよく見ていました。ここで試合を止めてイエローカードを提示します。プレイを流していましたが、今のは仕方ない判定でしょう。よく見ていました。アディショナルタイムとして5分追加されました。カバチッチ、カバチッチ、ベルナルド・シューバー、で待つ味方に通してきました。狙いは良かったんですがキーパーにクリアされました。ここで試合終了。アウェーチームはこのリーグ戦に敗北してしまいました。負けるにしても意外なほどやられてしまいましたね。今日の惨敗で多くの問題が明らかになったので、今後どう修正していくかに取り組んでいかねばなりません。チームの立て直しを期待しています。さて福西さん、今日の試合はハーランドがひときわ大きな存在感も放っていましたね。ここ最近の試合でも一番のパフォーマンスで、周りの選手を引っ張っていましたね。まさにあれが